いやいい天気ですね。青がどこまでも続いていて、眺め続けているとこの青に体が混ざってしまいそうですね。土曜の休日に空がこんなに青いのであれば、まあ昼から飲んだって許されたいですね。というわけで今回は立石江戸っ子さんに行ってきました。改めまして、この日はとても天気が良くて気持ちのいい土曜日だったので、立石の江戸っ子さんに行ってきました。まずは江戸っ子ハイボールの美しさを確認いたします。美しいですね。宝石のしっとりとした輝きのような、こちらで喉を潤しながらやってきました。超炭差しですね。酢味噌でいただきます。私はこれ一押しです。すごく美味しいですね。上品でしつこくないのに豊かな味が口に広がるんですね。たまらないですね。いくらでも食べられます。さて焼き物に行こうと思います。鉄砲の辛タレ、これはマストですね。濃厚な鉄砲の旨味、口に入れるとじわっと、噛めば噛むほど旨味が広がります。いやそれにしてもですね、久しぶりに立石に来たのですが、やはり楽しいですね。ウキウキしちゃいますね。パワーに溢れています。特にこの江戸っ子さんのお母さん方、皆さん明るくて元気でですね、本当にすごいですね。活気があってとても雰囲気が良くてですね、そろそろ上白終わっちゃうよとか教えてくれるので、食べ逃しを回避できました。白と頭ですね、こちらも美味しいですね。交互にこうこってりとさっぱりを楽しみますね。よっこさんは味はもう絶対美味しいしですね、何よりあのお店の雰囲気がねいいんですよね。飲み屋の良さといいますか、人の良さ、温かさ、そういうものもですね、自由なつまみになりますよね。なのであの気をつけないと酔っ払ってしまいますね。最近は江戸っ子ハイボールは2杯までと心に決めております。タレをしっかり絡めてですね、美味しいですね。締めですね、レバと団子です。レバの濃厚を味わいつつ、団子はですね、私あのデザートの代わりなんですね。あんまり理解されないですけど、私の中では団子はデザートとしてカウントしてます。この日はですね、油が売り切れちゃってたんですね。残念です。なのでまた近いうちにですね、油旅に戻らなければいけませんね。